はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校国語文節丸三をお送りします。で、これで文節シリーズも3つ目で、今回でね、文節シリーズは終わりです。で、最後はポイントはなしで問題演習をやっていきます。なので今7問ね、映ってると思いますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、解説しながら問題解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番の方から問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、普段はですね、問題演習はやらないんですよ。動画ではほとんどやらないんですけど、それだけ大事なんです、文節って。この文法やる上でね。なので、前回、前々回やったポイントを含めて、まあ、踏まえてらね、やっていきましょう。じゃあ、1つ目、姉と荷物を部屋に運ぶと。で、今回は各文をそれぞれいくつの文節でできてるか、まあ、数を答えます。なんだけど、一応切ってこう、いつものね、シュッシュッって切って、最後に数えればいいので。で、基本的には姉を入れて確認していきます、文節はね。だから、これも姉とね、荷物をね、部屋にね、運ぶね、という風に切る。違和感がないようにね。で、切っていくので、1,2,3,4 数えて、で、最初の方の動画で、だいたい漢数字を使った方がいいっていうのを言ったんですけど、知り合いのね、国語の先生に確認をしたら、漢数字って指定がない時は普通の数字の方がいいらしいです。なんか先生によるらしいんですけど、ちょっと申し訳ない。あっちこっちね、知識がね、違うこと言っちゃったんですが。なので、今回は普通の数字でいきます。なので、これは4。答えはね。っていう感じ。まあ、今回漢数字って指定がないんでね、普通の数字で書かせてもらいます。で、次、2番、公園に木が3本立っている。じゃあこれも行きましょう。これ色地を交互にしていこうかね。公園にね、木がね、3本ね、立ってるね、としたいんだけど、この手という言葉、これは色変えなくてよかったね、これですが出てきたら、立っている、立つといるがくっついているように感じるんだけど、手が間に使われているので、これはここで切ってください。これは前回の動画でやったね、このポイント。だから、1,2,3,4,5、5個に切ることができるので、この数、文節は5になります。では3つ目。毎日遅くまで勉強する。いきましょう。毎日ね、遅くまでね、これ遅くで切りません、遅くまでね、勉強するね。で、これも勉強ね、するねとしたいんですけど、ほにゃららするっていうのはこれ切らないんだよね。なので、勉強するは1つ、なので1,2,3こうなります。ただこれを勉強をするとなっていたら、勉強をね、するねと切るんだけどね、今回は勉強するなんで、このままいきましょう。では4番、私の兄は牛乳を飲まない。いきましょう。で、これ最初、私の兄はねとしたいんですけど、これ、兄を私のが就職してるんですよ、まあ、関係としては。なので、まあ、そんな就職って難しく考えなくてもいいですけど、私のね、兄はねと切ってください。いい？これ、私の母になっててもそうです。ここ母になってますけど、私の母とか、誰々の母みたいになっていたら、誰々のね、母はね、と切ってください。で、牛乳を飲まないなんで、牛乳をね、あとは飲まないです。で、この、ほにゃららないが来たら、この前に和が入るかをチェックします。で、今回は、飲まはないとなって、和は入りません。和が入ると変になっちゃうからね。だから、切ることができないんです。和が入らないから。だから、これで OK。で、1,2,3,4、4つになるので、答えは4となります。では、5番、あのおもちゃを振り回すと音が出る。まあ、赤ちゃん用のおもちゃですかね。こう、振り回すと音が出るやつとかありますね。では、行きましょう。で、これ最初はちょっと注意があって、あのおもちゃをね、としたいんですが、あの、この、その、みたいな。まあ、コスワード言葉とか言いますけど、それは切ります。あのね、おもちゃをね、で、振り回す。これは、振ると回すがくっついてる複合語です。だから、切りません。振りね、回すとね、としないでください。振り回すとね、で、
音がね、出るねとなります。かな。なので、1,2,3,4,5 となるので答えは5です。で、次6番、菜の花が春の風に揺れているです。まあ季節を感じますね。で、まずこれ注意があってですね、菜の花、これを菜のね、花がねと切りたくなるんですが、まあなんねよと思った人はごめんね、これなる子もいるので、ただこれ切りません。菜の花がねとなるんです。でも春の風には春のね、風にねと切るんです。これが若干厄介なんですけど、でこれなんでかっていうと、菜の花っていうのは、菜の花、これで一つの言葉だよね。菜の花っていうものがあるでしょ。だからこれは切っちゃダメなんです。菜の花って一個の単語だから。でも春の風っていうのは、風、ただの風が春のっていう言葉で詳しく説明してるだけだから切ることができます。いい？で、菜の花、菜の花がね、春のね、風にね、揺れているねという感じがするんですが、ここでも手が来てます。まあ揺れているはね、前に問題出しましたけど、手が来ているので、ここで切ってください。なので数えると 1,2,3,4,5 となるので、これ下入るかな、大丈夫かな、5となります。入ってる、大丈夫だね。で、最後、母は本を読むことが好きだとなります。で、これも母はね、本をね、読むことがね、好きだねという気がするんですが、これ一個覚えておきましょう。読むこと、まあ書くこととかでもいいですけど、これここで切ります。母はね、本をね、読むね、ことがね、好きだねとなるんです。いい？ほにゃららこと、ここは切ってください。で、1,2,3,4,5 となるので、これも5です。で、文節の最初に話をしたのかな、いつ話したか忘れちゃいましたけど、文節っていうのは、今回この、1個前の丸2と丸1の動画でポイントを4つやりました。まあ、根をね、入れるっていうところから始まって、まあ、ないとか、まあ、さっき言った手とか、あと複合語なんて説明をしたんですけど、基本的にそれを覚えておくだけでもかなり解けます。文節の問題は。けれど、今みたいに、え、なんでここ切んの？みたいなのも出てくるんです。で、これはみんなが持ってる問題集、これは学校とか塾とか、まあね、市販で売ってるやつでも構わないです。で、文節の問題出てくる、絶対あります。文節の数を答えなさいみたいな問題が。きっと受験の過去問でもあるでしょう。で、その時に、ね、今回ね、俺が教えた4つのポイントを踏まえてまず解いてみる。で、あれ、ここ切るんだみたいなパターンが出てきた時に、それは1個ずつイレギュラーパターン、つまりちょっと違うパターンね。その基本的なところに入ってないパターンとして、あ、こういう時は切るんだ、こういう時は切らないんだっていう知識をちょっとずつ増やしていけば、それでいいです。そうすれば絶対文法は解けますので、基本的な問題はね。なので、そんな感じでやっていってください。だから本当はね、こと細かにもっともっとね、細かいルールもやったらいいと思うんですが、今回は文節はこのね、流れで動画を終わりにしますので、ひとまず今回教えた4つを復習してもらって、あとはみんなが持ってる問題集で、そういうね、イレギュラーパターンを覚えていってください。では、今回は中学校国語文節丸3をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回から、これ文節、これで終わりなので、次回からは単語です。まあ、言葉の単位、一番小さい、小さい、いいんだね、小さい、単位をやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。